皆さん毎度です。マッドです。今回はですね、サムネイルにもありますようにですね、ボートの操船方法のコツをですねお知らせしようかと思います。ちょうどですね、荒れた中に出撃しましたんで、いいサンプル映像が手に入ったのでやってみようと思った次第ではあります。まずはその前にですね、私のボートのスペックをちょっとご紹介しておこうと思います。私のボートはレンジャーの R81VS という船でですね、18フィート9インチとなってまして、エンジンがマーキュリーのオプティマックスの150馬力となっております。で、実はこの組み合わせなんですけども、詳しい方が見ればわかるんですが、実はこの船はですね、マックスの搭載馬力が175馬力となっております。ですので、実はその非力なエンジンを搭載しているボートとなります。で、なおかつガソリンタンクの場所がですね、このカタログにありますように運転席の下にあるということでですね、非力なエンジンとガソリンタンクの位置からですね、非常に走破性がですね、劣るというか、ちょっとだけですね、厳しいボートであるというのを大前提にお考えというか、ご覧ください。はい、それではですね、横波編をいきましょうか。こちらはですね、先日の9月21日撮影した画像でいかせていただきます。風はですね、これは画像上は右から左に吹いております。南から北へ吹いておるんですけども、右から左という表現をさせていただきます。こちらを注意してですね、見ていただければと思います。こんな感じでですね、横波の中をこう90度で乗り切っていくんですけども、これはちょっと波が高いなというのをこの時感じ始めております。で、そこでですね、私がよくやるタイプ方法はここです。ちょっと左に切りました。左に切ってから右へというような、操船をやります。それはどういうやり方かというと、こちらでご説明させていただきます。こちらはですね、左から右の、要は風下側ですね、の波を例にさせていただきます。この風下側の方の波にですね、乗っかってしまうということですね。この右側の方の波を壁に見立ててですね、そこに沿ってですね、波の間をこう一緒に流れていくという感じでですね、波を潰して走らないという走り方をします。なので横波に対してですね、無理に逆らわずですね、同じようにこう流れていくというやり方をします。このようにですね、波をこう横の波を越えていくとですね、ボートがねじれます。これはボートの負担がですね、増えますので、私は極力しないようにやっております。その形で操船しているのを注意しながら見ていただければと思うんですね。要は左側にできる波に乗っかる感じでこう動く感じです。こちらは今回逆ですね、左から右に風が吹いている状態です。で、しばらくはしてて、これはやばいなと思ったら右に切りましたよね。右に切って左にと、で、この波の間にこう乗っかる感じで右に左という感じでですね、あまり波を無理に越えようとしないというやり方をしております。ここで右に切りましたね。で、左という感じでこう波のですね、間に入ったまま走っていくというのを転がげております。これが横波の、私の覚え方になります。はい、次にですね、追い波編を行かせていただこうと思います。追い波はですね、まだ比較的イージーではあるんですけども、これがですね、その説明ではあるんですが、そのイージーな場合というのはですね、こういう感じで追い波が越えます。で、ここですね、ボートのですね、長さよりも、短いですね、間隔の波であれば比較的、なんて言いましょうかね、楽に越えていけると。そのポイントはですね、この越える時のリズムです。これが恒例ではあるんですけども、こうやって波にですね、ボートが当たっているリズムというのが一定であります。バンバンバンという感じでですね、で、このリズムがですね、一定なうちは特に問題ないかと思います。あ、ちょっと狂ってきましたね。
実はですね、追い波といってもですね、場所によって波は変わりますので、そのピッチが、このピッチが変わった時が気をつけないといけないところでして、この時にですね、うっかりと間違えるとですね、うまくいかないことがあるというのがあります。それがですね、この後訪れます。こんな感じでですね、ピッチがだいぶ変わってきたなというところで、ちょっとそこを注意してたんですけども、このピッチというのはですね、こういう感じですね、こうやって乗り越えて、ここですね、ボートの全長よりも短い波のピッチであれば問題なくと。ただここでポイントなのはですね、トリムの角度です。こういう形でですね、船首前ですね、船の前が上がる角度で固定しておかないといけません。これですね、ピッチが長いと船首が降りて突っ込んでしまうと。そうなると俗に言うすくうとか、波にぶち当たるとかいう表現をいたします。こうならないように、波を越えるときにアクセルを吹かして船首を上げたまま乗り越えるのがポイントとなります。そうですね、こういう形でこのピッチの広めの波っていうのがですね、注意しないといけないところであります。で、今回そのですね、ピッチの広い波がですね、不意にやってきたという場面がありました。この状態ではまだ問題なかったんですけども、不意にやってきまして、そうです、これはギリギリでですね、船首が突っ込まずに済みました。で、これがですね、私のボートがシートの下にガソリンタンクがあるということがちょっとネックになるポイントです。なおかつ今回ですね、ほぼガソリンが満タンということでですね、船首がクッと上がるのがですね、ちょっと遅くなるというですね、ウィークポイントがあるのが今回の私のボートのセッティングというように留意していただければと思います。はい、次にですね、素早くプレーンさせる小技というものをご紹介しましょう。こちらはですね、私のボートがですね、ジャックプレートのようなものをつけずですね、直付けであるということと、150馬力のボートである、なおかつガソリンタンクがシートの下にあるというハンデを背負っているからこそ必要になる小技と思っていただければと思います。これはですね、向かい風のですね、中をプレーンしようと試みたんですけども、なかなか選手がこう持ち上がりませんで、これは向かい風ということとガソリンが満タンということが影響しているかと思います。そこでですね、こういう小技を使います。何かというとですね、このまっすぐこうハンドルをですね、中立というかいう状態で選手を持ち上げるのではなくですね、ハンドルを切ります。これ別にどっちでもいいです。そうするとボートというのはですね、斜め上に上がるんですね。で、これをですね、左右に振ることによってですね、グググとこう船首を持ち上げていくというですね、これは距離を短くプレーンさせるためのですね、小技としてですね、稀に使われたりします。ただほとんどのですね、バスボートオーナーの方はですね、ジャックプレートであったりとか、要はジャックプレートでエンジンハイトを変えたりとかですね、あとボートのですね、タイプによってはそれほど苦労せずプレーンができるということがあったりするかと思うので、あまり使わない場合が多いんじゃないかなと。アメリカではよくシャローのですね、短い期間でプレーンするときに使われる場合があります。例えばここにですね、ガソリンタンクがあるチャンピオンとかバスキャットとかですね、ブレイザーとかは選手がクッと浮き上がるので、あまりこういう小技は必要ないかと思いますので、まあ何と言いましょうか、走破性があまりないというか、プレーンが遅いボートに使う小技と思っていただければと思います。こちらが実演ですね。あまり大げさにはしてませんけども、小技的に使ってるのが確認できるかと思います。向かい風ではですね、プレーンができないと諦めた私はですね、怖いんですけども、風下というか向かってこう、今右に切りましたよね、右に切ってエンジンをかけて次左に切ります。で、
これでよいしょと持ち上げる感じで、これでプレーンしたので、ああこれで OK ということで、あのプレーンができたということですね。まああのちょっとした小技でした。はい、それではあのまとめに入らせていただきます。まずあの横波編ですね。横波はあの風下側の波に沿って滑って進めと、これサーフィン走法と呼んでおります。あとあの無理に波越えをしてですね、船体をねじるような挙動を控えるようにと。次追い波編ですね、まあ、船首を上げて波当たりのリズムに注意せよと。あとは船体の長さと波のピッチですね、これに注意しようと。で突っ込みそうになったら勇気を持ってアクセルを踏んで船首を上げようというのが追い波のポイントですね。最後はあの素早いプレーンですね。これはあくまで緊急時の小技ということを意識していただければと。あとは船体を持ち上げていくようにグググと右左と舵を切っていただければと。で最後はあのこれが一番のポイントですけども、こういう小技が不要な船体セッティングを最優先していただければと思います。以上のような形でですね、私の船はあの全然自分としては問題ないと思ってますし、釣りをしている時はですね最高の安定性を見せる船ではあるんですけども、操船する際はですね状況によってはですねこういった小技とかいったものを使わないといけないというところが出てきます。こういうのもですね皆さんのあの日頃のですねボートライフというかバスボートの操船に役立つんじゃないかと思うので、この動画を作らせていただきましたということで、あのこちらを意識してですね、またあの楽しんでいただければと思います。それではまたフィールドでお会いしましょう。 See ya!